皆さん、こんにちは。不動産的コンサルタントの牧口です。えー、本日はですね、WeWork。えー、先月8月14日ですね、上場申請しました。えー、この WeWork が上場延期されるんじゃないか、みたいなことがですね、盛んに、まあ、メディアで報道されていますので、その内容について解説をしていきたいと思います。えー、なお、本日の動画はですね、2019年9月12日時点の情報で、整理させていただいていることをご留意ください。ソフトバンクも出資してですね、時価総額が470億ドル。 5兆400億円ですね。えー、とも言われている WeWork なんですけれども、まあ、その上場申請書がですね、まあ、いろいろやばい事実が出てきてですね、まあ、話題になってるわけですね。例えば、通常の会計書で使用しないような独自の利益分析指標だったり、まあ、CEO アダム氏のですね、ちょっと不透明な利益相反取引だったりですね、まあ、節税狙いのですね、ちょっと複雑な組織スキームだったり、まあ、いろいろ話題が、まあ、事欠かないわけですね。その状況と背景、えー、解説していきたいと思います。 まず現在ですね、WeWork どういう状況かということで、29カ国111の都市で528の拠点を展開するということで、すごい急成長しているわけです。さらに今後ですね、169の都市ですね、合わせて280の都市にサービスを展開していきますって言っています。 えー、コワーキングスペースの共有で,ですね、ウィーワークの規模感どれくらいかっていうことで、まあ、ライバル企業と見てみると、例えばリージャスとかですね、まあ、世界に100カ国、1000都市にですね、3000拠点がありますということで、まあ、日本でも110拠点がですね、展開しています。まあ、リージャスですね。で、サーブコープですね、世界22カ国に53都市、155拠点ということでですね、まあ、こちらも日本に24拠点、まあ、展開しています。まあ、そことですね、変わらないぐらいの規模になってきてるということで、まあ、すごい勢いで、まあ、成長してきたわけです。うん、会員数は右肩上がりでですね、 常に100%超えの成長率ということで、まあ、毎年毎年急成長ということでですね、まあ、今回 IP をしようって話になったわけですね。 で、今回の IPO で3ビリオンダラーですね。約3000億円調達しますと。さらに、プラスですね、6ビリオンダラーということで6000億円借り入れします。ということで、花いけい上場申請だったわけです。で、まあ、ざまな実績を背景にですね、まあ、時価総額をまあ打ち出してきてるわけですけども、まあ、ポテンシャルはまあ、間違いなくあるっていうふうに、まあ、彼らは主張しているわけですね。例えば、今、アメリカで111の都市に、まあ、いるマーケットの 潜在顧客ですね。どれぐらいのユーザーが WeWork 使う可能性があるかってことで、まあそれを約1億4900万人というふうに試算しています。で、これから拡大する169の都市ではですね、まあ合わせて2億5500万人のポテンシャルユーザーがいるっていうことで彼ら主張しているわけですね。なので280の都市の2億5500万の潜在的なメンバーが、まあみんな WeWork 使ったとしたら、今現在の WeWork の一人当たり利益率をかけると、1兆6000億ドルの売り上げになりますみたいなことでですね、我々の時価総額は妥当です。 ということを主張しているわけですね。まあ、今、280の都市での WeWork ーーのシェはまだ全然0.2%ぐらいしかないので、これからどんどん成長できますよということを言っているわけです。それでソフトバンクから20億ドル調達して、評価額470億ドルということになったわけですけれども、まあ、この評価、いくらなんでも高すぎるんじゃないかということで、市場が冷静に見ているという話ですね。例えば、ライバルであるリージャスですね。WeWork、まあーーの6倍の拠点を持つわけですけれども、今の時価総額どれくらいかというと、4350億円ですね。WeWork、えー、ーーの6倍で4350億円ですから、まあ、だったら、 まあその6分の1がののがじゃないのとかも思ったりすするわけですよね、まあ、ただ、成長度合いが全然違うってことでえまあ評価はされてきたわけです。ただ、それもプライベートカンパニーだったんで、いろんな分かんなかったことが今回の上場申請書でいろいろ明らかになっちゃったってことで指摘されているわけですね。まあ、実際、相当な大赤字で無理くりの成長ストーリーを展開してきているっていう状況はま、あまあ前々から指摘されてまして、実際売上の収支見てみると、2018年の売上はまあ18億2000万ドルですね、約2000億円。 の売り上げだったんですが、まあ、損失が19億3000万ドルということでですね、えー、まあ,あ、全然大赤字ですと。で、まあ、過去3年間で30億ドルですね、失ってるってことも、まあ、報道されています。 まあもちろんこれは成長のための投資ですっていうふうにい,いカンパニー言ってるわけですけれども、まあ売り上げのど、売り上げと同規模の損失、まあ要するに投資ですね。それいつまで続けられるんですかって話になるわけですね。まあ結構自転車創業的にまあお金出し続けないと、まあ新しい人たちを囲い込めないみたいなことになってるわけです。さらに謎の支出金とか怪しい風のガれス金みたいなことも話題になっています。報道とかによると、ウ、え、ィーワークの CEO のアダムさんですね。 えー、IPO に先立って、えー、株式処分をしてですね、さらに借り合わせて7億ドル会社から引き出して、引き出してたみたいなことも指摘されてるわけですね。まあ通常 IPO これからしようっていうところの仕様はそんなこと普通しないですよね楽しいですよね。ドル船から先逃げてんじゃないのみたいな話になってるわけです。さらにまあ会社が CEO アダム氏のまあ住居の高額な賃料を払ってたってことが分かったり、えー、アダム氏がですね、保有しているプライベートカンパニーが w i i の消費を持ってますと。でそれを w i i に,、えー、に貸し出すことによって、ライセンス年間まあ6億円、えー、アダム氏に払い続けるみたいな、そういう計画も打ち出されて、そんなバカなことすんのかということでですね、これはまあ撤回されてるみたいなんですけど、なので、機関投資家向けの労働省ではですね、まあ、ガバナンス体制ちゃんとしろよみたいな話になってるんで、まあ、追加の女性取締役を採用みたいな話になってるわけですね。 で、元々なんで IPO でまあ調達しようとしたのかっていうと、やっぱり世界転換のための資金確保って言ってるんですけど、お金投下し続けないと成長がし続けられないっていう今モデルだからですね。なので、まあ、大手金融機関とのコミットメントラインとかを確保したいみたいな話ですね。で、これまで、まあ、あの出資だとか社債でお金調達できたわけですけれども、4000億円の社債がですね、今こういった赤字の状況だとか、えー、様々なものが出てきてるんで、もうジャンク債扱いになってきてるっていう話ですよね。じゃあ出資でそれ切り替えてやろうかって言っても、出資もまあ、いろいろコストはかかってます。 で今回、ソフトバンクとの1月の調達の関連で、取引手数料だとか、まあ、在庫評価増みたいな形で,です、ね、49億円損失も計上しちゃったりしてるわけですよね。で、えーまあ、お金全然足りなくなったんで、また追加出資してくださいってことで、ソフトバンクに160億ドルのです、ね、追加出資したんですけど、これが断られちゃったと、えーまあ、ソフトバンクもこれ以上お金出せませんって話になってるわけですね、それでまあ市場がちょっと、いや、これやばいんじゃないのみたいな話になってるわけですね。 えー、まあ、なので、社債とか出資から一般公募に切り替えたい、えー、普通の借り入れに変えたい、みたいな話の意向で今回やってるわけですけれども、それで w i i が、まあ、金融関に60億ドルのコミットメントラインの 締結を脱進してるんですけども、まあじゃあそれをやるためには公募が、えー、必須条件ですっ、ね、て話になってるわけですね。えー、この60億ドルのコミットメン予診枠ですね。えー、公募で30億ドル調達できる前提でコミットメントライン与えますよってことを言われてますし、さらにそれを12月31日まで上場することが大前提ですって話になってるわけですね。なので WeWork としては今年の12月31日までに IP、o、をして30億ドルを調達しないと60億ドルのコミットメントラインを確保できないっていうまあ状況になって 来ているわけです。 ところが、そこに来て、まあ、今回の評価ゾーンですよね。えー、ま、赤字だし、体制のガバナンスも整ってないし、ということで、主幹事象権の JP モルガンチュースとゴールドマンサックスの方がですね、これ、5兆無理だよね、って話になってるわけですね。なので、ま、最低、えー、ま、言っても1兆6100億円ぐらいじゃないの、みたいな話になってるわけですね。それぐらいじゃないと発明つかないよ、みたいなことになってるわけですが、これは当然ソフトバンクからすると受け入れることができない話ですよね。だって今年の1月に5兆円で出資してるのに、もう1年経たないうちに1兆5000億円になっちゃう。 って話になっちゃうんでもう出資額が大幅に下落するってことになるわけですからこれ当然 IPO するなって話になるわけですよねまあかといってまあソフトバンクは全部買い取るかっていうとまあ追加出資断ったようにですねホワイトナウト的にソフトバンクが出てくることも期待できないとなのでウィーワークはもう進む,進むもできないし、引くもできないって状況なんでだったら進むよって話になっててまあ遅延投資家からやめとけって言われてるんですけど IPO を進めますってことが報告されてるわけですね で一方で、まあ、ソフトバンクもこれまで累計でですね、100億ドル、ウィーワークに出資しているので、えー、まあ今後の動向もですね、非常にですね、ウォッチが必要かなというふうに思っています。 ま、マッキンゼの予想ではですね、向こう10年に、米国の就労者のうち50%はフリーランスだったり、個人事業主になるみたいなことが、レポートで言われているように、マーケットニーズは間違いなくありますし、何よりも WeWork ーー見せ方が上手いですよね。パーティーやったりみたいなところで、まあ、そういうところでお金使ってなくなったんだろうっていう指摘もあるんですけど、まあ、でもまあそういったコミュニティプラットフォームを作るための手腕っていうのは間違いなく優れているので、WeWork、まあ、まあーーがですね、今後も発展していくためには、どういう戦略を取っていくのかってことは非常にまあ今後も注目するポイントかなというふうに思ってます。 ライバルも間違いなく増えてきている中で、w e w ワークが果たして、まあえー、このまま成長できるかっていう話なんですけど、まあ、思い越してみると、リージャスが出てきた時も同じように注目されたので、まあ、あの時代のあだ名じゃないんですけど、またちょっと停滞するんじゃないかなってことも不安に感じつつですね、えー、引き続きウォッチをしていきまますす、えー、本日のの動画は以上とさせていいいたただきますよろししければチャンネル登録の方をお願いいたします。